中山香織です。この動画では盛岡競馬場で開催される赤嶺賞の3連複フォーメーション走ということで、1列目に選んだのが5番のアルサトワです。中央競馬では成績が振るわないものの、名古屋大賞典4着の実績があるように、地方競馬ならまだまだ侮れない存在と言えそうです。初の盛岡ダートとはなりますが、馬券圏内は確保できると判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが3番のゴールドギア、8番スーパーフェザー、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが2番マウントゴールド、9番ロードクエスト、10番リゴーレ、11番ソロフレーズ、こちらの4頭を追加した3連複フォーメーション9点で勝負したいと思います。競馬カフェのホームページは8月15日までリニューアル工事中です。サイトがオープンしましたらまたこちらでお知らせいたします。